新義国庫駅は台湾高尾市新港区にある高尾都市運立花線の駅。駅名は本駅北側にある新義国省より名付けられた。中世三素寺の下で、西木東寺と民族二素寺の間に位置する出口1は、駅西端北側側。出口2は、駅中ほど。出口3は、駅西端南側。出口4は、駅東端南側。出口5は、駅東端北側にあり。 出口2にはバリアフリーのエレベーターがある。高落し運立花線十1 4日、機械方面費登場8点。高落し運行し、オリジナルの2008年11月1日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20081101142813/http://www.krtco.com テーラーワッツフラリッシングフラリッシング -1 ディテール、アスプックス、ID イコール 66A95806 から1574から 4805B238 だ14、D07D10EB2009 年6月11日、閲覧。高落し運立花線通舎点例21日、登場。高落し運講師。オリジナルの2008年11月5日、時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20081105131007/http://www.krtco.com テイラー・ワッツ、フラリッシング、フラリッシング -1、ディテール、アスプックス、id=79e475457649 A2A078A709I5bit D090 ありがとうございます。